まだ足を持ち上げられてない状態からいきまして、右手、この場合だと右手は相手の首ら辺ですね、ここら辺を押さえて、下に落としてください。ここまで潰して、でお尻は相手の肩のところに、この感じですね。ここまで離れてたらもう抜けるんで、こっちに回って、でバックに入られちゃって、握って相手の頭を落としていきます。まあ、首のあたりを落とす。そしてこの場合だと右のお尻が肩に乗るようにします。で、ある程度まで来たら回って、セッパー。これ相手まあ削れてくれるんですけど、これですごいしんどいと思う。この状態で。そうですね。相手の肩の上に座る感じです。これだとやっぱりちょっと苦しくなる。そうですね。はい、相手の肩の上に。ここは体重かけてます。ちょっと見た目悪いですね。この状態でずっと相手に体重かけてかけて、グリップが、あ、大丈夫。形が緩くなったら、回して。で、バックします。外側にこう、足を止まっています、ね、これで綺麗にして左だったら左で左のお尻で肩を上げて相手にパンプされながら今あ、この状態が僕はこの足を持ち上げてもらってるんで、腕立て伏せの状態ですね。で、相手の顔は見らないようにして、一回動きけちゃったんです。まあ、持たれてる方の足の近くに、もう片方の足を持っていくような感じだと、顔は蹴らないと思う。そういう意識で、両手はマットにつく。で、持ち上げてもらって、まあ、これでもし下についたらそのまま握れるんで、相手が思って、これで足がついちゃったらそのまま握れる。相手絶対持ち上げてくれてるんで、相手の腕を、これでゆっくり作れたんです。これでもし、片足入られて、両手ついて、しっかり全体は両手です。で、自分のこの持ち上げられてる方の足めがけて、もう片方の足です。で、すぐかけます。ありがとうございます。持ち上げられる両手にしっかり全体を出します。後ろ、もう後ろ向けちゃっていい。これも